はい、皆さん、こんにちは。ケンタックス、大国出席です。で、今回はですね、はい、ちょっとね、西川コラボが来てる。来てるんですけど、西川コラボには手を出さないで、ちょっと今ね、急に思いついたんですけど、このね、僕の中では、弱小キャラで、西川に勝っていくって言ってもらいたいと思います。前にも確かやった気がするんですけど、今回は違って、このね、ウィンドスカイで僕が使ってるキャラクター、攻撃力100。300で、すっげー食べないんですよ。すっごい弱いんですよ。その代わり、守備力とスピードマックス。で、マイクロソフト。これは、結局ですね、これはジャンプ力攻撃マックス。まあ、あとは他のところに振り分けた感じですね。もうセッターのジャンプ力攻撃がなし。ちゃんとね、一番低くして、守備、スピードに全振りしました。はい、この守備力マックスチームでどこまで戦えるかっていう。ちょっと今回は、ゲームをやっていきたいと思います。あれ？さっき、リズメーカーもに、ツイッタしていたのに、消えちゃった。芸術高校もレベル2とかない。リズメーカー高校もレベル2とか。多分、すごいいじめで。ということで、今回やっていきます。はい。ニュースパイカーでやっていきます。勝てるかどうかっていうやつですね。重い重い。多分カットはできるんだよ。おぉまずね。これ、これ見せてください、これ。俺はジャンプサーブじゃなくても、ピント。ピントサーブ。おぉ強いね、意外と。これ通りますと。強くね、これ。意外と強いんだよ。これ強いね、これ。キャンプサーブ普通にやっても入んないんで、これでやってますけど。こっからのエスペ切り替え。いやー、さすがに大丈夫。いや、でも、ね、これ守備力マックスかな。スピードマックスで結構強いですよ。いや、これね、マジ、攻撃に関してはちょっと、ミドルブロッカー頼りなんですよ。これね、まさかのネットが越えないっていうね。この場合どうすればいいんだっていう。強い。ちょっと結構勝ってるぞ、これ。何回かやると思ったんだけど、これ。ワンチャン一発クリアできる。あ、これアウト。あ、入ってた。ダメだ、入んない。スパイクが入んないのし、もう、どうしようもね。やばいぞ。結構やばい。ナイス。間に任せたウィンドスパイか。ウィンドじゃない。ミドルブロッカー。ミドルブロッカーお前が頼りだ。来いよ。からの。いや、マジで足元からスパイク取るか。あ、やっちまった。そう、やっちまった。あれそしてからの。せい。マジか、そっからスペック。これ、ジャムサーブでも弱いよ。いや、弱い。ブロックラインになってる。やばいやばいやばい。え、どうでしょ。ペイントも入んなかったらもうどうしようもない。でも4対4って結構接戦してる。いや、めっちゃ足早いんだよな。絶対めっちゃ足早い。あー、くそ。やばい。しょうがない。ちょっと、投げるシーンするか。え？俺、シフリングボタン押したのに。来た。まだ。いや、それは無理がある。さあ、これ勝ってうまい。僕よりこれ勝ってうまい人いない。これ今。やばい、普通にやばい。
なんか、あれ？Yes, once だって言わな、once。だって、一発で割ると一応よ、一枚使うんです。終わんね、終わんね。むずいじゃん、そっからスパイクいくの。これ僕にはちょうどいいとさ。あ、取れたじゃん、今。取れたじゃん。いや、ワンチックスか。これマジワンチャスでしかない。うわ、来た。スパイクちゃった。ジャンプサーブっていうの。ハイブリッドサーブだと思います。あ、まあ、全部。ここで取ってからの切り返しのスパイクからのウィー来た、いけるよこれ。あ、入んなかった、入んないな、ちょっとどうしようもね。え、来た、さあ決まった、やっぱり決まるんだよ、止まるよ。これいい戦いしてるんじゃん。いや、ちょっと、ちょっと、ちょっとネット越えないから、ちょっと、無理だ。どうしようもないじゃん。ちょっと平行気味で打つしかないか。あの、スパイクの、あ、時間差きた。あと5点で。追いつけよ。5点、この5点が、ここきついんじゃない？来てる。来てる、今。マジ、このサーブにかけて。来た。やばすぎるよ。来てよ。やばい、ここでジャンプサーバーきついって。まあ、そういう時もあるよね。まあ、それからして切りたい自分はいい感じ。はい、ちょっと記念すべき瞬間が来たような気がしますね。切りたい自分はこれ勝ったろ。来たー、終わったぜ。何回やったんだ、マジで。ジョーカーっていうの来ましたね。なんかやってんだよ、本当に。くっとクリアできて。よし、クリアできてよかった。ジョーカーってなんだ。うん、ジョーカーなんだ、ジョーカーって。それでしょ。よくわかんないけど。え、なんか、なんかジョーカーを倒せてしまったりする。なんだ、ジョーカーって。ああ。めっちゃフェイントしたからね、さっきの試合。いくぜ。よっしゃ、なったー、ほんとに。あー、泣けてきた。ということで、はい、今回はですね、この、言い訳キャラクターでも、言い訳キャラクター、守り、全振りキャラクターたちでも勝てるということだったんで、皆さん、ちょっと S ランキャラクター、一体も持ってなくて、こんなね、ジャンプ力、攻撃力もないキャラクターを使っても、勝てるってことが見なかったと思うので、みんなも、頑張って、マジ1番でやった。よし、じゃあまた次の動画で見ましょう。バイバイ。